はい、こんにちは、勉強研です。さあ、本日はですね、神奈川県の公立高校入試の問題、まあどんなもんなのかっていうのをね、説明したいと思うんですけど、一個ね、僕の結構好きなこれぞ神奈川県入試の問題っていう問題がありますので、それを使って説明していきたいと思います。それでは参りましょう。まずね、一番わかりやすい特徴があります。神奈川県の公立高校入試の問題の特徴、日本一のものがあるんです。どうでしょう、あの手元にあったりすんのかな。神奈川県の公立高校にね、この動画見てる方はこの神奈川県の公立高校入試の過去問とか手元にあったりしますかね。バーッとめくっていただくと、問題を見てみると、まあ国語はもちろん理科社会とかでもわかるかな、あることに気づくかなと思います。そう、日本一文字数が多いんです。2019年の入試なんか5万5千字1日でね、5教科回す。これ小説の文庫本までで10万字とかって言われるから、まあ、もう1日でね、小説1個読むみたいなもんですよね。それをしかも問題解かなきゃいけない、50分で読めないと話にならないです。神奈川県の公立高校入試っていうのはね、だから普段からまあ読んで理解して、相手の求めてるものを把握する、で適切な答えを返す。これを僕は国語力って呼んでますけど、この国語力を鍛えていく必要がある。特に読んで理解するっていう力を鍛えていく必要があるかなと思います。まあそれなんでなのかっていうのを、これから正答率がね 27.7% の問題を使って見ていきましょう。どうぞ。はい、それでは神奈川県公立高校入試平成30年度の問題、社会の問い5の意を見ていきましょう。こちら前述の通り、正答率は 27.7%、まあ、低めですね。じゃあどんな問題なのか、まず問題文を見てみましょう。消費税に関して説明した次の資格中の A に当てはまるものとして、最も適するものを後の A から D の中から1つ選んで、その記号を書き、カッコ E に当てはまる語句を漢字で書きなさい。じゃあその資格っていうのはどういうものか、こういうことです。消費税はあという傾向がある。また消費税は税金を負担する人と税金を納める人が異なることから、異税に分類されると。選択肢先に見てみましょう。よいしょ。 A、 商品の価格が高くなるほど価格に占める税額の割合が高くなる。 B、 商品の価格が高くなるほど価格に占める税額の割合が低くなる。 C、 所得が少ない人ほど所得に占める税負担の割合が高くなる。 D、 所得が少ない人ほど所得に占める税負担の割合が低くなるということです。さあ、このね、問題を解いていただければと思うんですけれども、一回まあここでストップしていただいて、もう次答えになっちゃいますから考えてみてください。いいですか。じゃあここストップです。はい、ではまず E の方から答え合わせしてみます。これはね、よいしょ、間接税になります。税金を負担する人と税金を納める人が異なりますから、これ間接税ですね。問題はあですよ。消費税はあという傾向がある。さあ、 ABCD の中からどれを選んだでしょうか。これね、結構間違いが多かったのは A を選んだ人じゃないかと思うんです。商品の価格が高くなるほど価格に占める税額の割合が高くなる、これを選んで間違えた人が多いんじゃないかなと。この税額の割合が高くなるっていうところに引っかかったかなということです。商品の価格が例えば100円でも1万円でも5000万円でも1億円でも税額の割合って一緒なんですよね。まあ今だったら 10%、 価格がいくらでも 10% は 10%、 この税額が高くなるんじゃなくて税額の割合が高くなるっていうところがミソですね。だから答えは C になるわけですけれども、こんな感じの、まあ、消費税はみんな知ってるじゃん。消費税はみんな知ってるけども、この言葉のマジックというか、国語力、相手の求めるものを返す力が国語力って僕はよく言うんですけど、相手の求めるものをちゃんと把握しないと間違った選択肢を選んじゃう。これがね、神奈川県の問題のややこしいところ。ただ知識があるだけでは解けない。知識があっても、知識があるからこそ引っかかっちゃったりするわけです。他の科目もこういった相手の求めてるものをちゃんと読み取ることに注意していただければなとは思います。それでは戻りましょう。はい、戻ってきましたかね。さあ、いかがでしたでしょうか。正答率 27.7% の社会の
消費税の問題でした、ね、消費税はみんな知ってたでしょ。でも要は 70% ぐらいの人は間違っちゃうわけですからね。だからしっかりと国語力、相手の求めるものを返す力を鍛えていきましょうということです。これが神奈川県入試の特徴でした。まあ、参考になれば幸いです。またね、いくつか問題とか使ったり、入試対策こうやっていくといいよっていう動画を上げていきたいと思いますので、ぜひいいね、チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバーイ。